はい、はい、皆さんこんにちは、山城です。さあ今日はね、何をやっていこうかというとですね、ゲーム実況ですね、やってみようじゃねえかということでございますね。いや、まあ、周りの視聴者様からね、やっぱゲーム実況は伸びるんじゃないかという話をね、いろいろといただいてまして、まあ確かになとは思ってたんですけど、まあ言うてね、私ももう毎日資金繰りに忙しいですから、ね、そう、今ね、携帯のね、何して支払いもね、今ね、督促が来ちゃいましたんでね、どうも引き落としができなくて、4万6000円って、ちょっと待って、何それっていうね、怖いですね、電気とか全部おまとめにしてあると、いざ引き落としがね、できないと、ドーンとね、現金の請求がやってくるんで、もうこれは怖えなということを学んでいるところではございますがね、だから、お前ゲームやってる場合なのかって言ったらね、それはそれでね、まあ危ないところなんですけど、まあちょっとね、とりあえずね、やってみようじゃねえかと。でね、言っとったらね、ちょうどね、うちの裏代表の人がね、うちのサークルの裏代表がね、最近ゲームにハマっとると。おお、なんやとね、聞いたらですね、藤岡カンコリかと思ったらですね、なんとね、ウマ娘にハマってるということでね、これは面白いぞと。おう、そうなのか。名前はなんか聞いたことあるなと思ってたんですけど、私も全然あまり詳しくなくて、もともとね、競馬とかもね、全然やらない人間ですし、うん。まあ、有名なお馬さんとかはね、知ってます。本格的にちゃんと詳しいわけではない。周りにはね、競馬好きな人も多いですからね、そういう話も聞きますけど、だったんでね、そんな職種が伸びてなかったんですけど、いや、これは面白いぞと。いや、これはぜひやってみるべきやとね、いう意見がありまして。あ、まあ、もともとね、そのゲーム実況はね、どうしようかなと思ってたところなんで、あ、じゃあ、せっかくだから、ね、ちょうど何もね、知識のないところからね、ウマ娘、始めてみたらいいんじゃないかということでね、今日からね、ウマ娘を始めてみようと思います。ということでね、まずは何をやろうかというとね、インストールからですね、普通はこういうのね、やるところからやるんでしょうけど、まあ、うちはアンドロイドなので、プレイストアから言ったら、あ、もうウマって入れたらウマ娘出てくるよ。へぇ。サイゲームスさんね。はいはいはい。ということでね。3.8 ね、レビューも高いですね。じゃあ、ちょっとインストールしていきましょう。88メガ。まあまあ、まあゲームだったらこれぐらいか。ね。いうところですね。待ってる間に、ムービーとかあんまり流すとあれかな。うん。こんな感じで、どんな感じなの？トレーナーになって、馬娘たちをトレーニングするのね。育成シミュレーションって感じなのかな。で、晴れの舞台、トゥインクルシリーズ制覇を目指そう。まあ、G1 みたいな感じなのかな。で、思いを引き継いで、より早い馬娘たちを育てよう。ほう。ほうほうほう。これ、いわゆる合成みたいな感じなのかな。はいはいはい。まあ、多分、最近ちょっとね、それこそ、カンコリしかやってなかったんでね、いわゆる一般的なソシャゲっていうのをね、全然やってなかったんですよね。多分、ガルフレぐらいかな。うん。FGO とかも手出してなかったんで、オタクってね、言ってる割には全然ゲームやらない人間なんでね、ゲームを売ってた人間ではあるんですけどね、忙しい、なんかね、いつも常に忙しくしてる人間なんでね、さあ、早速開いてみましょう。おぉ、かわいいじゃないですか。おぉ、かわいいな。ちなみに、リアルで好きな馬って言ったらね、おこれ、音とかは、多分、スピーカーの音を拾うような形でなってるんで、音質はすいません、良くないと思いますけど、これね、LINE から拾うとちょっといろんな著作権的な問題とかも出てくるらしいんで、こういう形をとっております。さあ、プッシュツースタートの可愛いではないですか。一応ね、リアルだとね、学生時代ね、パッと見たね、あれ、有馬記念だったかな、時のね、前のトップガンのね、走りっていうのはね、すごくインパクトに残ってますね。差し馬だったんですけどね、中山の坂をガーッと駆け上げてね、一気にごぼう抜きにしていく姿がね、インパクトがあるんで、前のトップガンでね、なんか強いなってイメージがあるんですけどね、成田ブライアンとかもね、当然あれなんですけど、だから、ね、いるのかな、キャラクターで入っててほしいな。まあ、G1 制覇してるんですからね、いてほしいな、なんて思いますけど、利用規約が出てきましたね。まあ、いわゆる一般的なソシャゲのシステムですよね、このあたりは。はい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 ね。はいはいはい。ここは福若もダメな形にしてあるんかな。観光ではね、絶対ダメですよってなってますよね。そうそうそう。馬娘さんは、気をつけた方がいいよって言われたのも、ちらっとね、今、もう始めてる、うちの裏代表のね、やつから聞いたのは、
二次使用とかは結構かなり厳しく制限がかかってるらしいんで、それは気をつけた方がいいよという話をしてましたね。なるほどなるほど、はいはい、まあ、日本法に従ってありますということですね。はい、わかりましたよ、同意しますと。はい、で、プライバシーポリシーね、まあ、あた流れはいっぱい出てきません。まあ、バラバラに言いますよと。さすがに適当に読みましたよと言いませんから、ね、一応読んどかないとね。書いてありますよとね。わかりましたよと。さあ、そうすると、ああ、まだあれか。ゲーム起動に。もう、あと半分ぐらい。あと、まあ、地元なんでね、オグリキャップとかね、多分いるんじゃないかな。ね、で、こう、地元ネタっていうと、ね、三重県ですから、やはり、トレセンで言うとね、日東が近い。で、まあ、日東はね、実はちょいちょい行ってね、おりますからね。そうやね、立冬で買ったね、ワインなんかもありますよ。多分15年ぐらい寝かしてあるワインが残ってますね。さあ、プレイのサインを行いますか。はい、行いましょう。連携することで、はいはいはい、普及できますよと。3.14GB、うん、ちょっと、なら、Wi-Fi につなぎましょうか。よいしょ。ね、簡単です。ということで、はい、アカウント連携しましょう。あれ、なんかうまいことできねえな。で、ん？まあ、どうせカットしてるんでしょ、ここら辺。うん。さすがにね、ダウンロード中のね、こんな何も喋ってないですね、特に。ダウンロード中で、ね、電池しばらくさっぱりする。あ、基本データのダウンロードとは別でまたダウンロードがあるんだ。これはなかなか重たいな。おー、なるほど。お、始まりましたね。はあ、はあ。アパレルワールドってやったかな。ほうほう、せっかくだからちょっとずらっと見ていきましょうか。で、はあはあ、はあはあはあ、なるほどね、はいはい、あ、押してね、選択肢が出てきてる、はあはあ、チュートリアルっぽい、うん、チュートリアルっぽいね、はいはいはい、期待してどうぞ。はいはいはい、流れがこれでわかるのかな。ええ、すごいですね。私、その競馬場行ったことないからね、ちょっとね、実際の競馬場の雰囲気はどんなのかっていうのは分かりませんけど、最近はでも無観客ですからね、らしいですよね。へ、はあ、ほうほう。で、通信中にエラーが発生しました。はい、リトライ、データが重いか。で、名古屋とかいても多いなと思いますもんね。うん、はあ、ほうほうほう。JRA にかける感じなのかな。ほうほうほう。あ、前のトップがいるんだ。これは何？あ、16頭立てで今からやるってことなのかな、レースが。あ、まあ、これチュートリアルでレースが、あれじゃ決まりますよってことですね。あ、よかった。前のトップがいるじゃん。オグリキャップもいますね。おお、やっぱそうだよな。この辺りも入ってくるよな。うん。いや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 、サイレンス鈴鹿とかね、復帰だとか、さすがに私でもわかりますもんね。東海テリオ、メジオ・マックイーンとかね。はいはい、ライスシャワーとかね。はいはいはい。
そういや高校時代に生徒会やってた時の生徒会長がなぜか信頼記録ステイゴールド大好きでしたね、うん、それで学園祭の曲をステイゴールドにするっつってね、うん、多分あれみんな夏だったと思いますよ。なんであの生徒会長がいきなしあのハイスタンダードのステイゴールドって曲をね、学園祭の曲にして、なんであいつがあの曲を選ぶんだあの生徒会話ってね、みんな多分謎だったんだと思いますけど、実はそんな単純な理由だったんですよね。どういう感じなのかな。結構凝ってますね。はいはい、結構アニメーションも多くんですね。カンコリをちょっとやってたんで、意外とこういう動くのもね、ガルフレも動かなかったしな、あまり。動かすためには10万円ぐらい課金がいるっていうより、ゲフンゲフンね。はぁ、あ。いやぁ、かわいいですね。ほうほう。ああ、こういう感じなんだ。うん。ダメだな。うちら世代がこういう風に人が走ってるのを見ると、ハリボテが出てきそうな気がしてきてしまうのはね、ニコ動世代なんでしょうね。はあ、はあははあ、ほうほうほう。あ、上に出てるのがあれか。あれ、春らら混じってんだ。そういうことだぞ。はあ。あ、結構魚感じたかも出てるんですね。へえ。はあ。おお、へえ、こういう感じなんですね。比較的スムーズに、本当に結構リアルな競馬レースのペースと同じような感じでやるんですね。どっちかというと巻き馬王とかみたいに、一周に一体何十分かかるんだっていう感じでね、ずっと走り続けてる、ゲーム性っていうよりは、本当に、あれですね、普通、いわゆるリアルな、競馬のような感じに近い、あれにしてあるんですね。はぁ、あ、はぁ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 。これはどういう感じであれなんですかね。ウィニングライフ。何なんですか。はあ、ああ、いわゆるあれですか、マリンスタジアムで千葉ロッテが勝った時に里崎さんが歌うみたいな、ああいうやつ。うん、違うかな。でも、まあ、ウィニングライブですね。はあ、そういう感じなのか。はあ、はあ、はあ。これ何？音ゲーではないんだよな。猛烈にアイドル要素を入れてくるのせいか。はあ、はあ、あ、いや、限定曲が解放されていくわけですね。はいはいはい。おお。はあ、はあ、はあ。はあ、はあ、はあ。ああ、どんな感じなのかが見れるんですね、はい、ただこれは多分音楽が流れたりするのかな。そうするとカットになっちゃうよ、大人の事情で。あ、横画面になるんだ、これは多分音楽流れるな。
データが重いんで途中でダウンロードエラーが出た。はい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 、無事完走もいた。なるほど、ザ、お、なんか王道のなんかあの美少女ゲームやってる感じがある、萌えゲーやってる感じがある。うん、いやー言うてそういうのやってきてませんからね。メジャーっちゃメジャーですって、まあガルフでもね当時ある程度ね、あのクロエルメール出てきたりしてね、わーってなりましたけど、で推しキャラもね望月エレンナとかでしたからね。そうそうそう、いやなんかね、まあ、ね音ゲーできないんで、ラブライブとかねアイマスとかも全然ね触ってきてなかったんで、あーなるほど、なんかあー見たことある、なんかよくオタクどもがやってるっていう感じのね、うん、オタクどもってね毎回言うなって話なんですけどね。いや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 、まあそう言うてそう全然ゲームやらないから、なんかあやってる感がありますねゲームを。まだとプレゼンが学園なんだ、学園もの扱いになるんだ、なるほど、あざとい、でもいいねそれ